シネマ・アンジェリカ10月、経営上と先を募る告知を公式ウェブサイトで出した。あと、同年11月30日、開業マン5周年を目前に閉館した。同様の時期に、シネマ・ライズが最盛期の3スクリーンから1スクリーンに絞ることを発表。シアター・ツタやシネ・セゾン・渋谷がそれぞれ閉館。渋谷の映画工業地図も変わりつつある。 閉館からわずか1年後の2011年10月29日、同館跡地に、ルイド経営のライブハウス、渋谷レックスがオープンした。ありがとうございます。